さんの歌をお届けするわけですが、はいはい、小林さんといえば今映画に歌に大活躍、はい、もう大スターですからね、はい、映画もかっこいい役ばっかり知ってます、渡り鳥シリーズ、そうギターを抱いた渡り鳥、そうそうそう、あとなタラオバンナイとかね、かっこいいやつばっかりやってるから、うん、うろちょろするなってお前、俺が喋ってるんだから、前撮ることないじゃないかよ、そこでやってればいいじゃん、それではお届けしましょう。無理して飲んじゃいて、それ小林幸子じゃないかな、小林さんに失礼だろお前、全員で謝れ全員で、小林さんどうもすいませんほら笑顔な。じゃあ今日はね、はい、今の季節にぴったりの曲、小さい秋見つけた、これをお届けしたいな。いいぞ歌え。誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた、ほら拍手がないだろう。なぜかというと、これはね、一人で歌う歌ではない、全員で歌わなければ意味がない、あ、全員で歌うことを専門用語でユニゾンという。すげえ。これ大学出てっからな、うん、じゃあね、今度はあれダークダックスになりきってやんなきゃな。これはじゃあ、マンガさん、お前はパクさん、お前は低音だからゾウさん、お前はブタさんそうだ。誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた、ほら、拍手がないだろう。これはなぜかというと、そんなの俺でもできるよ、こうに思っているから拍手がないな。これから難しいぞ、二部合唱、平気言うぞ、前に出て、はい、お前は誰かさんが、誰かさんが、そう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 だろお前は、ミの男さミミ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 いいか、誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた、おい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 お前はなかなかいいぞデブなかなかじゃないよ、お前も歌うんだよ、お前も、お前がそうだな、お前がミ、お前はド、はい、ドミソ、これを専門用語で手話音という。すげえ。大学出てるっつったろ、国学院ユニバーサル知ってるかユニバーサルじゃ時計屋だよ、ユニバーシティだろ大学は、大学大学って威張ってるけど、こいつの聞いて驚くね、俺びっくりしちゃった、言っちゃえ言っちゃえ、時系医大、いや受験した、こんな怒んな分かるけど、あいつあいつあんな顔してるだろ、慶応、おお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 おデパートで主演やってたんだお前はどうなんだ、お前は、俺が、早稲田親子三代すごいな、住んでるんだお前何を考えてんだ、何を、しっかり歌えよ、しっかり、いいか、三、誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた、おい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 、お前が入ってから音が太ってきたな、だけどここまでだったら誰でも歌っている、そう、これから難しいぞな、四部合唱俺が入るから、3、4、誰かさんが、誰かさんが、誰かさんとやっちゃった、なんで歌わないんだ、今日あなた歌わないで指揮者やったらいいや、それいい考えだよ、俺は歌手だぞ、いやいや指揮者ってのは一番音楽的に優れた人だ、そうそう高橋さんがそう、そうおっそっすごい、一番遅く来て一番早く帰れる、そうそう、とにかく才能があって頭が切れなきゃダメなんだよな、ぴったしだよな、ぴったり、なんか真似したろうな、よしじゃあ俺が指揮者をやるからな、今日はカラヤンになりきってやるから、
頑張ってるよ。はい。どこを見てんだお前は。これを見なきゃダメだろ、これを。先っぽを目を向かないの、そうやってなんだお前これ、お前どうにかしろ、これ。え？お前唇垂れてるぞ。え？しっかり締めろ、しっかり。唇垂れてるんじゃないの、唇が厚くて頭が薄いって昔からそれがかなり言ってんな。俺とお前、えらい違いだ顔の面白い。え？俺だけじゃないか、欠点がないのは。しっかりやれよ、いいか。誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた。目隠しお兄さん手のなる方へ澄ましたお耳にかすかに染みた。呼んでる口笛モズの声。小さい秋、小さい秋見つけた。小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた。あれ？見つけた。楽しいです。難しいですね。でもなかなかあーおかしかった、ぶたれて痛かったんじゃないかなんて心配でございます。さあ、おほゆにすタイミティカティカティカクフフタイミチャハガ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 この世で一番肝心なの素敵なタイミング。はい、この曲覚えてますか？電話でキス、とってもロマンチックな曲。今日はどうしてあの子と会えないんだろう。それじゃチリリンと電話でもしよん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 電話でチュッキスなんだポンチュッチュッやっぱりね電話じゃ物足りない。キスなんだポンキスなんだポンキスなんだポンハローベイビー、わかる？そう、This is Gucci, That's the thing。 さっきパリから帰ってきたんだ。パリはやっぱりいいな。今どこにいるかって？君の家のすぐそばのパブリックテレフォンからかけてるんだ。10円玉？大丈夫、たくさんあるよ。な？ところでちょっと出てこないか？え？それとも僕が遊びに行こうか？え？声を聞いてるだけでしびれちゃうって。なになに、どんな風にしびれるんだい？え？お前急に変なこと言うの？女はそういうこと言っちゃダメだろ。バカ、お前も結構好きだな。バカ、お前人が聞いてたらどうするんだ。好きだな。え？バカ！聞こえるわけねえだろ。バー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 バ
そう、この曲、かわいいベイビー。To look into that little bird, the one that has the lacking key. I know the boy that you care for, the boy who's in your diary. When it's late at night.精神が今ここにね帰ってきたような気がしましたよ。いやーよかったですね。いいでしょ、うん、あっちなんかも感激しちゃってたみたいね、はい、さあ皆様こんばんは、ジュデイオングです。南に向いてる窓を開け、一人で見て海の色、美しすぎると怖くなる、若さによく似た真昼の蜃気楼。ウィンウィンウィンダー、女は海、私の中でお眠りなさい。ウィンウィンドス、私の中でお眠りなさい。ウィンハゲー失礼じゃないか、さっきするんだから。ウィンディスボーイフローブリッシュ、女は海、男は山へ芝刈りに芝刈らなくて臭かった。動いてる、声いや、お前。そしてヒット曲 Run Away Run Away Run Away、yeah! いい声してるよ。 Run Away Run Away、yeah! Run Away Run Away。 そして今週の第1位、恋の季節、ピンキーとキラース。雰囲気、お前歌え。古いんだもん、そんなの。俺歌詞覚えてないよ、全然。古いんだもんって、こんな有名な曲なんだから、お前。だって覚えてないもん、しょうがない。いや、大丈夫、歌詞だったら俺覚えてるわ。じゃあ、教えてやるよ。ね。忘れられないの、忘れられないの、あの人が好きよ、あの人、青いシャツ着てさ、海を見てたわ。私は裸で、あなたも裸で、海を泳いだら、タコがスイスイ。スケベなこと教えんな、お前。スケベなこと言うな。スケベはどっちだよ、ぶつことないだろ。
スケベはどっちだ。自分だって女のケツ追っかけ回してるじゃないか、いつも。女のケツは好きだよ。女房がいるのにそんなことしてていいのかよ、この野郎。女房がいるくせに、子供だっているんだろ。今日発表子供もいるくせに、金もないくせに、足もないくせに、人気もないくせに、若ハゲ。頭はふさふさ。恋は私の恋は空を染めて燃えたよ。死ぬまで私は一人にしないと。季節よ今日はおしまい。今日はおしまい。いい加減にしろってお前やろう。いろいろやってますな。懐かしいですね、この歌 ね。ピンキーが歌って、うん、あのピンキーがこういうパンタロンをねたなびかせてわっさわっさと。可愛かった。MG4 からミオちゃん遊びましょう。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 あのね、はい、お腹から声を出せと言ったの。なんでお腹を突き出すんだよ。いい、あんたたちはいいから向こう行きなさい。ごめんなさい。どうも、BG4 です。今日は小さい秋見つけた。これをお届けしたい。はい。ね、今日は声がテーマだから、はい、みんな綺麗な声で。はい。ダークダックスになりきって。はい。俺が漫画さん。お前はパクさん、はい、お前は低音だからゾウさん、お前豚さんな。ビジーポーの世界の音楽。まずは中国。そしてイギリス。イギリスといえばラダ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 。楽しい愉快な女がパンツ丸出して、お前この間行ってびっくりしちゃったよ。ほらジョセツの国メキシコ。あいやいやいや団体の常連ポルケカンタンドセレンランセニトリンドロスコラソネ。あいい曲が世界にはたくさんあるんですね。さあ続いてフランスです。メロディーダムシャントルコーデマニュエル。ああ日々コラクですよ。おおおメロディーダムシャントルコーデマニュエル。日々コラクですよ。ルルルルエマニエジュテンエマニエジュ
serai la poubelle pour danser, pour me séparer, pour le soir, escargot. ああごめんなさい、フランス語で言っちゃった。これじゃ分かりませんね。大丈夫、僕が訳しましょう。ねえあなた、タニシはいかが？タニシか、大好きなんだ。早速作ってくれ。まだかエマニエル、まだできないのかい？うん、エマニエル。さあ、続いては太陽の国、イタリア。おーそー、そして僕たちの国、日本、愛する国、日本、そう、格調高い国、日本、そうです、この曲。さあ皆様ご一緒にお手拍子をお願いいたします。あ、そら、あ、東京のお方も、そうだ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 、名古屋のお方も、そうだ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 、何話のお方も、そうだそうだ、おめんた、おいしい。最後はアメリカです。アメリカといえばカーボーイ、カーボーイといえばこの曲。まずはゴールデンカップスです。そう、デイブさんが歌ってました。長い髪の少女、孤独な瞳、後ろ姿悲しい恋の終わり、どうぞ
いろんなグループさんの曲が出てきましたけれども、ね、僕やっぱり一番好きだったのはあの3つの掛布が一番好きだったので、ね、秀樹どうだった、バンバー続いてはボサノバです。日本にもボサノバの名曲があります。相良直美さんのこの曲です。ボサノバのリズム、三味線のつま弾き、みんな好きだけどやっぱりあなたが好き好き好き、キャシーが一番好き、キャシー、キャシー、キャシー。さあ続いてマンボです。マンボといえばこの曲、シャスシャスシャス。失礼しました。続いてビギンのリズム。ビギンじゃないだろうお前、ルンバのリズムをお送りして。ルンバじゃないだろう。今の若いやつ舐めないでしょうがないよ。最近の若い人たちって果たしてそんなやり方でついていくのでしょうか。さあルンバのリズムを続け。ルンバじゃない。最近の若いさあルンバのリズムに、続け。しがってこんなバンドやめてやる。おふくろだってバンドは不良の仕事だからやめろっていつも言ってるんだ。やめてやるぞ。待てよ。おい、皆さん長い間どうもお世話になりました。待てよ言うぞ。おい
お前がいなくなったらお前 BJO は一体どうなっちゃうんだよこれから。お前他にだって仕事なんかあるわけないんだよお前その顔で。なあおいおい。そうだよ、くじけちゃダメだ。僕らは若いんだから明日のために頑張んなきゃいけないし。黙れよ、いいから分かったよ。おい元気出す。